福岡中央駐車場入小口警護公園は、福岡県福岡市中央区天神二の二にある、公園である。ソラリアターミナルビルのすぐ裏手にあり、北側にソラリアプラザ、南側に警護神社が隣接する。入園料は無料。出入りは自由。地下には駐輪場と駐車場がある。警護と名前がつくが住所は天神である。昭和26年に開園し、 現在まで天神の主要な公園の一つとして多くの市民に親しまれてきたが、施設の老朽化や公園内の見通しの悪さから来る安全性などが指摘され、2012年の春から全面改装工事が行われた。工事は2012年12月に完成し、それまであった池や展望台などは撤去された。公園内の見通しと動線を確保する防犯効果の向上とともに、 周囲に広がる街の景観と賑わいを警護公園の魅力として取り込むことを目指し、防犯と景観の両立をデザインコンセプトに福岡大学准教授の柴田久志らによりデザインがなされた。また、園内に警護公園安全安心センターが設置されている。同施設では交番と地域防犯団体等の拠点が併設され、公園内外を常時監視、 警戒することが可能になり、周辺部の違法注射や青少年を巻き込んだ犯罪などに対する高い防犯性が期待されている。設置場所は公園北西角付近で2013年12月に稼働開始した。毎年卒業式の時期には特攻服姿の中学生らが公園内で集会を行い騒動となっていた。2018年のシーズンには 集会対策として、イルミネーションや多くのライトを消灯。警察官20人による警戒が行われたため、特攻服姿の集会は行われなかった。改装後により、防犯性は向上したが、スケートボード利用者も増加し苦情が寄せられたため、走行を妨害するマットを敷いている。またゴミの放置も増加したため管理費は他の公園の10倍以上かかっている。 天神光スクエア開催時のイルミネーション、ありがとうございます。